お金や金融に関する正しい知識を高校生たちに知ってもらおうと、今日宇都宮市内で銀行員によるセミナーが開かれました。この講座は金融教育の重要性が認識されつつある中、お金について理解を深め自立した社会人を目指してもらおうと県銀行協会が開いているものです。受講したのは宇都宮短期大学附属高校情報商業科の2年生およそ100人で、足利銀行コンサルティング部の講員から金融商品の基礎知識の説明を受けました。生徒たちは人生のどんな場面で多くのお金が必要になるかや、そのために計画的にお金を準備しておくことの大切さについて学びました。また預金や株式などさまざまな金融商品があることや、投資する上で必要な知識、長期的に投資を行うことのメリットなどについてクイズ形式で学び、将来の生活設計についてイメージを膨らませていました。自分は将来大学に進学してその後起業するつもりなんですけど、金融商品に対する知識だったりとかが今後必要になるっていうことを知って、今後さらにそういう知識を深めていこうと思いました。情報商業科で商業全般については学んでいるんですけど、金融についてはあまり考えたことがなかったのですが、これからの時代で必要な知識だと改めて実感できました。将来にも生かしていきたいと思います。